んにちは、こんにちはなのだ。私たちは今、阪急宝塚線能勢電鉄の川西能勢淵駅に来ています。今回は能勢電の、あら、どうしたのかしら。眠いのだ。まだ朝5時前なのだ。信じられない早朝なのだ。というか真っ暗なのだ。まだ夜なのだ。ダミンを貪る起伏の時間帯なのだ。こんなに朝早くどこに行くのだ。早朝か深夜にしか走らない珍しい電車に乗るんだから仕方ないじゃない。仕方なくないのだ。だいたいこんな時間にどうしてここまで来れたのだ。それは言わない約束よ。異能の力を使って瞬間移動でもしたのか。そんなことはどうでもいいじゃない。うだうだ言ってないでさっさと行くわよ。5時18分発の妙見口行き、これに乗るわよ。こんな朝早く能勢妙見に行くのか。日生中央に行くのよ。日生中央なら次の電車の方が直通なので便利なのだ。というかずっと寝ていけるのだ。どうしてわざわざ不便な電車に乗るのだ。そっちの方が面白いからよ。意味不明なのだ。もうどうでもいいのだ。電車に乗ったら爆睡なのだ。妙見口行き入ってきたわよ。阪急と同じ色の電車なのだ。能勢電は以前はオリジナルの塗色だったのだけど、車両は阪急から譲られたものを使っているので色も阪急のままの方が違和感がないわね。車内の雰囲気も阪急と大体同じなのだ。お客さんほとんど乗ってないのだ。ガラガラなのだ。こんな時間に能勢方面に行く人は少ないのだ。隣のホームから阪急宝塚線の梅田行きが出発していくわね。この電車も出発なのだ。1913年大正2年能勢電気軌道が能勢妙見の参拝客輸送と地元の特産物の輸送を目的として能勢淵、現在の川西能勢淵駅と一の鳥居駅間を開通させたのよ。大正時代初期なのだ。意外と古いのだ。けれど翌年には破産宣告を受けてしまったわ。なんと開通の翌年とは早すぎる破局なのだ。でも田舎の鉄道あるあるなのだ。能勢電は再起を図るため様々な手を打ったわ。その中で有名なのは三ツ矢サイダーよ。三ツ矢サイダー、透明で甘くてシュワシュワ強めのやつなのだ。三ツ矢サイダーは能勢電が開発したのか。違うわよ。三ツ矢サイダーはもともとは平野駅の北に湧いていた天然の炭酸泉を原料としていたのよ。平野水と呼ばれていたわ。最初は天然だったのだ。そうよ。だからそれなりに高級だったのよ。大正天皇もご愛飲されていたそうよ。能勢電は三ツ矢サイダーを全国に円滑に出荷するため能勢淵駅から池田駅前、後の川西国鉄前へ路線を伸ばしたの。三ツ矢サイダーの発祥は能勢電沿線だったのだ。さらに一の鳥居駅から妙見駅、現在の妙見淵駅までの延伸も行ったわ。能勢妙見さんは有名な日蓮宗のお寺なのだ。参拝客狙いなのだ。そうして1923年大正12年には川西国鉄前から妙見口までの能勢電本線、今の妙見線の全線が開通したのよ。この頃から阪神急行電鉄、今の阪急の資本が入り、それ以降能勢電は阪急と密接な関係を保っているのよ。だから能勢電の車両は阪急なのだ。ところで JR に伸びていた線、今はないのだ。その後三ツ矢サイダーの製造拠点が明石に移ったことや物流の主役が鉄道からトラックにシフトしたことなどにより川西能勢淵から川西国鉄前の 0.6 キロの路線は1981年昭和56年に廃止されたわ。今では住宅地の中の曲がりくねった道路として残っているだけね。そんなこんな言ってるうちにもうすぐ山下駅に着くわよ。山下駅？日生線が妙見線と分かれる駅よ。ここで乗り換えるわよ。分かったのだ。ホームの向かい側に止まっている電車でいいのか。そうよ、この電車が日生中央行きね。階段の上り下りがなくて楽ちんなのだ。よかったわね。何何、一
1号線経由の日清中央行きです。何のこっちゃ。早くしないと出ちゃうわよ。分かったのだ、乗るのだ。乗ったらすぐ発車なのだ。あれ、この電車走る方向が逆なのだ。来た方に戻っているのだ。どうなっているのだ。ね、面白いでしょ。何が面白いのか全然わからないのだ。反対側の運転台に移動するのよ。本当なのだ。今度は反対方向に動き出したのだ。また駅に戻ってきたのだ。はい、ここが山下駅の1号線。1号線経由ってそういう意味だったのか。そういう意味だったのよ。またドアが開いたのだ。なんと山下駅に2回止まったのだ。これが山下駅名物の乗ったままスイッチバックよ。駅の構内でお客を乗せたまま入れ替えする、平日の早朝と深夜にしか見られない珍しい電車なのよ。以前は昼間でもしょっちゅう見られたのだけど、今では激レアなのよ。メタン、僕たちはこのために朝早い電車に乗ったのか。驚きの電車でしょ。いや、このためだけに朝の暗いうちから電車に乗ったメタンの方が驚きなのだ。この電車は では、乗せ電の話に戻るわよ。時代は進み、昭和の高度経済成長期、能勢電沿線では住宅開発が盛んになり、能勢電は自社による住宅開発と沿線から大阪都心部への通勤需要によって潤うようになったのよ。能勢電、イケイケボーボーなのだ。そんな中、日本生命などによって山下駅の北西、川西市と稲川町の境界付近の丘陵地に大規模な住宅地、阪急日生ニュータウンの開発が行われたわ。1978年、昭和53年、このニュータウンのための鉄道路線が作られたの。それが日生中央なのか。そう、それが日生線よ。能勢電は開通以来半世紀以上両県線のみの単一路線だったのだけど、ここへ来て新たな支線が誕生したのよ。線路も近代的な高架が続くのだ。できた時代の違いから本線より格段に高規格だけれど、開通当時は走る電車が阪急から譲られた旧型車両だったので、線路と電車が不釣り合いだったのよ。真新しい高架線に旧式の電車が走っていたのだ。それはそれですごいのだ。ここが日生中央駅よ。山下駅から一駅だったのだ。なんとか中央という駅名はニュータウンの中心駅としてよくある駅名なのだ。その後も駅周辺の人口は増え続け、1997年、平成9年には日生線の最高速度が時速80キロに引き上げられ、日生線、妙見線、阪急宝塚線を直通運転して梅田に至る特急日生エクスプレスの運転が開始されたのよ。出たのだ、日生エクスプレス。かっこいいネーミングなのだ。妙見線班、妙見線班。これはこれは、日生線班。あんたお若いのに、近頃偉い乗降客増えましたな。いえいえ、それも本線の妙見線班のおかげですわ。それで、今日は何の用ですかいな。実はこの度、朝夕の時間帯に、日生中央から梅田まで直通電車走らすことになりまして。梅田まで直通かいな。そりゃすごい、偉い出世でんな。
特急日清エクスプレスって言いますんや。特急でっか、名前もごっつハイカラでんな。阪急阪の宝塚線に直接乗り入れることになりますさかい、日清エクスプレスは8両編成になるんですわ。そりゃそりゃな、引っ込みの宝塚線を4両で走っとったらしばかれるわな。そやけど妙見線の駅のホームはみ出ますで。そうでんねん。そこでお願いですのやけど、停車駅に予定しとる山下駅、畝野駅、平野駅のホーム8両が止まれるように伸ばしてもらわれしまへんかいな。よろしおまっせ、なんとかしまひょ。そやけど山下駅どないしょうかいな。なんかおますんか。いや、山下駅なホーム伸ばしたら今ある渡り線廃止せなあかんなって。日清中央と山下間の折り返しでつことる上下線の間の渡り線でっか。8両分のホームとなるとあの辺までかかってきますんや。渡り線の場所もうちょっと日清中央寄りにできまへんのかいな。あそこは急カーブと急勾配でポイント設置するんは無理でんな。あのポイントがのうなったら折り返し電車運転できへんようになりますせ。ほな川西寄りのポイントでもつこたろかいな。そんなことしたら折り返しめんどくさなりますがな。多少の不便はしょうまへんわ。ということで、日清中央発山下行きの区間運転の電車は2号線に入り、お客を降ろした後、川西方面へ少し行って、妙見線下り線との交差部のダブルスリップを通って下り線に移り、進行方向を変えて1号線に入ってお客を乗せるというちょっと面倒な入れ替えをすることになったの。ダブルスリップって何なのだ。こんなやつよ。なるほど、交差する線路同士渡れるようになっているのだ。そういうことで、その後しばらくはその方法で運行していたのだけど、日清線班、日清線班。おやおや、妙見線班どないしはったん。山下駅での例の折り返し、お客さんから不満が出てますのや。客から不満？どんな不満が？妙見口行きの電車から日清中央行きに乗り換えるお客さんがな、乗り換えしんどい、なんとかせえって。そやな、もともとは同じホームの対面乗り換えやったのに、わざわざ線路の下くぐって隣のホームへ行かなあきまへんさかいな。それも目の前に日清中央行きの電車が止まってるのに、空のまんま入れ替えして1号線に行きますやろ。そうやったら入れ替えの電車に乗せろって言わはるお客さんがいてはるんや。2号線で乗り換えのお客さん乗せるわけにはいきまへんかいな。お客さん乗せて入れ替えでっか。まあよその鉄道にはそういう運用してるとこもありますけどな。ただでさえ面倒くさいことになってるのに嫌やわな。そやけどお客さんのこと考えたら多少のことは構いまへん。お客さん乗せて入れ替えやりますわ。ということになったのよ。なるほど、それがさっき経験したやつなのだ。でも早朝と深夜だけなら何もそんな面倒なことはしなくてもいいのじゃないのか。さっきも乗り換えたお客さんほとんどいなかったのだ。以前は妙見口行きと日清中央行きの電車が10分おきに交互に走っていたのよ。なので2本に1本は例の面倒くさい乗り換えをしないといけなかったので、乗客の利便を考えて編み出された奇策なのよ。2022年のダイヤ改正まではね。2022年ってつい2年前のことなのだ。そこで何が起こったのだ。妙見線班、日清線班。これはこれは能勢電本社班。どないしたんでっか。あんたらも知っての通り、今会社の経営はえらいことになっとりますんや。世の中外出自粛とかテレワークとかで電車に乗る人激減してますんや。分かっとりますわ、コロナの影響でっしゃろ。最近はお客さんというより空気運んでるみたいなもんですな。このままやったらうちみたいな小さい電鉄会社潰れてしまうことにもなりかねまへん。そやな、大手みたいな体力はないわな。生き残りのためには徹底的な合理化やらなあきまへんねん。それで何しはりますん。ダイヤの見直しですわ。終電の繰り上げでっか。それもやりますけど、
もっと抜本的な見直しが必要でんねん。これまでは日中のパターンダイヤで妙見口行きの電車と日清中央行きの電車を交互に走らせて、山下駅でそれぞれ日清中央行き妙見口行きの区間運転の電車に接続させてましたけど、これを平日の早朝と深夜を除いたほとんどの時間帯で日清中央行きに統一しよう思とりますんや。なんやて、川西の瀬口から妙見口行きの直通なくなりますんかいな。言うときますけど、わしとこ一応本線ですせ。本線に直通する電車やめて支線の日清線に直通させるっていうことでっか。そうしたら運用に必要な車両とか人件費減らすことができますんや。少しでも経費を節減せなあきまへんさかいな。それは納得できまへん。ダイヤを統一するんやったら全部の電車妙見口行きにしなはれ。妙見線班、そりゃあきまへんで。妙見線は山下駅より先は単線でダイヤにも制約ができてしまうし、利用客も日清線の方が大ますさかいな。どっちかに統一するとなると日清線の方になるのはしゃあないんとちゃいまっか。アホ抜かせ。妙見線沿線には時和台っていう野瀬電自ら開発したニュータウンもあるんやぞ。よそが開発した日清ニュータウンを優先させて時和台の住人見捨てるつもりでっか。見捨てるやなんて滅相もない。電車の本数は原則今と同じで利便性は損ないまへんで。ここは世の中の流れや表、諦めなはれ。諦めろやと、何生意気なこと言うてんねん。若造のくせしやがって。なんやじじい、年取っとったら偉いとでも思とるんか。うるさいふにゃ女、黙れ行き損ない。ソーリンとユキ、結局喧嘩になったのだ。今日は仲良しのままで終われると思ったのに。ということで妙見口行きの直通電車は早朝の始発電車と深夜の便の2本だけになったのよ。だからこんなに早起きしないといけなくなったのだ。妙見線の甲府台駅、時和台駅、妙見口駅は大阪府豊野町にあって、終点の妙見口駅は大阪府最北の駅なの。さすが最北端、雰囲気のある駅なのだ。のどかな風景に都会的な丸雲色の電車が走るのも面白いわね。ミスマッチ感がめちゃエモいのだ。2022年のダイヤ改正に伴って豊野町民の有志の会豊野町を共に作る会は野瀬電に対して要望書を提出しているわ。どんな要望なのだ。妙見口駅行きの直通電車を何らかの形で確保してほしい。山下駅での乗り換えが同一ホーム上でできるようにしてほしい、という内容よ。一応1個目の要望は聞き入れられた形なのだ。でも早朝と深夜だけだとほとんどの人には使いようがないのだ。2つ目の同一ホーム乗り換えについては運行システムの変更や線路の新設などで億単位の費用がかかると言われているの。ということで実現の見込みはないわ。駅の改修は地元の費用負担でやればいいのだ。そうは言っても豊野町は小さな自治体なので数億円の負担はかなり大変ね。無理っぽいのだ。乗客が増えてせめて以前のダイヤに戻ればいいのに。なのだ。これからの人口減少社会を考えるとそれも難しそうね。妙見線不便なのだ。でも妙見口駅は大阪から近いのにのどかなところなのだ。また来たくなったのだ。そうね、涼しくなったらまた来ましょう。そうするのだ、ハイキングに行きたいのだ。それでは妙見口駅を出発する山下行きの電車を見送りながら今日はこれで締めるわよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうなのだ。